それでは定足数に達しましたので、ただいまから総務委員会を開会いたします。本日の委員会に付します案件は先に配布してあります。付託表の通りであります。それでは予算案の審査に入ります。議案第89号令和4年度八代市一般会計補正予算第9号中当委員会関係分を議題とし説明を求めます。それでは歳入について財務部からの説明を願います。はい、野々口財務部長。はい、皆様こんにちは。こんにちは。財務部の野々口でございます。本日は大変お世話になります。それでは、本日総務委員会に付託されました予算議案第89号令和4年度八代市一般会計補正予算第9号の歳入につきまして財務部の岩瀬次長から説明をいたしますので、ご審議方どうぞよろしくお願いをいたします。以上、岩瀬財務部次長。こんにちは。こんにちは。財務部の岩瀬でございます。よろしくお願いいたします。失礼しまして、着座にて説明をいたします。それでは、お手元のタブレットにて、議案第89号、令和4年度八代市一般会計補正予算第9号をお願いいたします。1ページをお願いします。まず第1条、歳入歳出予算の総額でございますが、歳入歳出それぞれ1億570万円を追加し、補正後の総額を歳入歳出それぞれ667億170万円としております。これは新型コロナの臨時交付金や重点交付金を活用する事業のうち、速やかにその効果を発揮できるよう早急に事業を着手する必要のある事業について選議をお願いするものでございます。それでは総務委員会付託分について歳入のみとなりますが説明いたします。6ページをお願いいたします。館15、国庫支出金、項2、国庫補助金、目1、総務費、国庫補助金、節1、総務管理費補助金の新型コロナウイルスワクチン感染症対応地方創生臨時交付金1億570万円を追加しております。内訳としましては3事業ございまして、電力ガス食料品等価格高騰重点支援の重点交付金分のうち、地球温暖化対策推進事業として家庭でのエネルギー費用負担を軽減するため、省エネ性能の高い家電への買い替え費用の一部として、1世帯1台あたり定額2万円の支援として892万円。また、原油高騰対策運送事業者等緊急支援事業として、燃料費の負担軽減を図るため、市内の対象となる中小または個人の運送事業者等へ1台あたり種類ごとに4万円から2万円の支援として7000万円、さらに新型コロナウイルス感染症対策の臨時交付金分のうち商店街活性化事業として低迷する個人消費の喚起と地域経済の早期回復を目的とするいわゆるはしご酒事業で、本市社交飲食業組合が実施する額面6000円分のチケットを3000円で販売するなどによる飲食店等の活性化支援として2678万円。これら事業に必要な経費の全額に充てる国の交付金でございます。以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。
ません。ございませんか。はい。なければ以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いいたします。ありませんか。なければこれより採決いたします。議案第89号令和4年度八代市一般会計補正予算第9号中当委員会関係分については原案の通り決するに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員と認め本案は原案の通り可決されました。以上で付託されました案件の審査は全部終了いたしました。お諮りいたします。委員会報告書及び委員長報告の作成については委員長にご一任願いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、そのように決しました。以上で本日の委員会の日程は全部終了いたしました。これをもって総務委員会を散会いたします。